城の例え。自我を干渉する道はとても難しい。それというのも自我は人の心に大きく救え、固く根を張っているからじゃ。例えばそれは巨大な城のようなものとも言えよう。巨大な城には偽りという堀が周囲を取り巻き、逃避という石垣が外壁を固め、自我を自分と思う誤った自己保存の兵が中にいて、殿様である自我の核を守っている。その城を落とすにはまず心の中から偽りの水を抜き、逃避の外壁を崩し、誤った自己保存の兵をなだめ、自我の核にたどり着かなければならないのじゃ。自分の心から偽りや逃避、誤った自己保存という自我を保存しようとするものを、解体していかなければ、たとえ中核に踏み込んだとしても、たちまちのうちに再び偽りや逃避によって、自我は保護されてしまう。長い間修行してきたものは、おそらく一度や二度は、干渉が起こっているはずじゃ。しかし、その度に恐怖を感じ、誤った自己保存の本能によって自我を破壊する干渉から逃避し、隠蔽してしまうのじゃ。誠の悟りを得ようとする者は、まず偽りを捨て、逃避をやめ、自我は誠の自己ではなくイメージに過ぎないと知らなければならぬ。それらの障害を心から取り除くことで、初めて観察者に気づくことができるのじゃ。偽りも逃避も捨てて己の心を清めることが、誠の仏道なのじゃ。